はい、土屋パフォーマンスです。今日はボンドショップ浦和に来てます。こちらの車フェラーリポルトフィーノに、こちらの車ちょっと作業するみたいなんで、ちょっとその作業の様子をお届けしたいと思います。ちょっとすごい車なんで、ちょっとちらっと見ちゃう。はい、こんな新しい車が、これリアすごいね、これディフューザーなんか取れるから、なんかえらい形状になってます。マフラーもこれ純正でしょ、これで、おお。でこれおそらくオプションじゃないかと思われるカーボンのパネルがついて、積もってるみたいな、すごい。でまあ、純正ホイールなんですけど、もうスペーサーが入って、もうパツパツになってます。かっこいいっすね。で屋根もこれツートンオプションなのかな。エアコンの吹き出し口とかなんかもう戦闘機のあのジェットエンジンの後ろのみたいになってます。すごっ。でサイドスカートとかもカーボンで、ブレーキももちろんカーボン、セラミック、前もすごいですねこれ。はい、というわけで今回こちら、の車に、この商品をつけます。まあ、スーパーカーとかハイエンドカーでおなじみカプリストっていう、マフラーメーカーが出してる、リモートバルブキット、要はリモコンで、こちらのリモコンで、まあ、純正の、マフラーのバルブを開け閉めできるキットです。でこれすごいのが、まずこの最新のポルトフィーノに対応しているのと、もちろん専用設計です。でなおかつ見てもらうと分かるんですけど、なんと全てカプラオンです。なんで、まあ、車の加工必要なく、カプラオンで、取り付けができて、マフラーのバルブ開け閉めっていうのができるようになってます。はい、それじゃあポルトフィーノの作業の方が終了しましたんで、実際に車の動きとリモコンの使い方をご紹介させていただきたいと思います。バルブの開け閉めはこちらの付属のリモコンで操作します。1番が、バルブが閉まってる状態、4番がバルブが開いてる状態、2、3はこれノーファンクション使わないボタンになります。こちら操作することによって、本来単独で開け閉めができない純正のバルブが、コントロールできるようになります。それじゃあ鍋さんお願いします。でこれがバルブが閉まってる状態ですね。で続けてこれ4番を押すとバルブが開きます。ナベさんもう一回お願いします。こんな感じです。はい、というわけで今回は、フェラーリのポルトフィーノに、カプリストのバルブコントロールキットを取り付ける様子と、使い方をご紹介させていただきました。最新型のフェラーリもぜひボンドショップ裏までお任せください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。